本日も静鉄電車をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この電車は普通新清水行きです。発車までお待ちください。お客様にお願いいたします。火薬などの危険物は車内への持ち込みができません。不審なものを見かけましたら運転士または駅係員にお知らせください。ドアの開け閉めの際にはお体やカバンなどが挟まれたり戸袋に引き込まれないようお気をつけください。特に小さなお子様の手には十分ご注意ください。 Thank you for taking Shizuoka Railway. This is the local train for Shin-Shimizu. お待たせいたしました。19時50分発普通電車Shin-Shimizu行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。お待たせいたしました。この電車は普通新清水行きです。次は日吉町です。 This is the local train for 新清水。 The next station is 日吉町。学校法人静岡聖火学園、静岡聖火幼稚園、静岡大成中学校、静岡大成高等学校はこちらです。まもなく日吉町です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。静岡デザイン専門学校は2024年4月静岡駅前に移転します。美容科、ヘアメイク科、CG デザイン科を新設します。次は音羽町です。 The next station is 音羽町。厄除け観音清水寺前です。皆様に愛されるなんてったってタコ電、駅出て3分、たこ焼き、たい焼き、お好み焼きのタコ電本店へどうぞ。まもなく音羽町です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。安心佐川の補聴器選び、オーダーメイドでも90日間返品可能。デジタル補聴器の佐川、音羽町駅真ん前です。次は春日町です。 The next station is 春日町。きれいと笑顔を作るプロになる、静岡県美容専門学校へお越しの方は春日町駅でお降りください。創業昭和4年、パンの宝月堂、曲がり金本店へお越しのお客様はここでお降りください。まもなく春日町です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。早期集中、365日リハビリを提供、 R&O リハビリ病院グループはベルテックス静岡を応援しています。次は湯の木五穀神社前です。 The next station is 湯の木。交通安全、厄除け、初宮参りの五穀神社、静岡工科自動車大学校はこちらです。 R&O はアスリートのメディカルサポートでスポーツを盛り上げます。静岡リウマチ整形外科リハビリ病院にご相談ください。まもなく湯の木です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。
2024年4月デジタル経営学科新設。三技で学ぶ経営学、静岡産業技術専門学校はこちらです。次は長沼です。 The next station is 長沼。心のケア、物忘れ、認知症のご相談なら溝口病院、長沼駅降りてすぐです。ストレスやお悩みで心が疲れていると感じたら東静岡メンタルクリニックへお気軽にご相談ください。これからの思い出もずっとこの家で作りたい。お風呂やキッチンリノベーション、鈴代ホームパルでお家のリフォーム始めませんか。 JR 東静岡駅グランシップへお越しのお客様は当駅でお降りください。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。駆け込み乗車は思わぬ怪我をすることがあり大変危険ですのでおやめください。事故防止にご協力をお願いいたします。まもなく長沼です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。お降りの際は足元にご注意ください。次は古庄です。 The next station is 古庄。観光、エアライン、ホテル、ブライダルでおもてなしのその先に、静岡インターナショナルエアリゾート専門学校は湯ノ木駅徒歩1分です。警察と防犯協会からのお知らせです。自転車盗難多発中、必ず鍵をかけましょう。お客様にお願いいたします。お年寄りや体の不自由な方には席をお譲りください。また車内での携帯電話のご使用はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。お客様のご理解ご協力をお願い申し上げます。まもなく古庄です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。整形外科リハビリテーション科吉村整形外科医院へお越しのお客様はここでお降りください。お降りの際はお忘れ物のございませんようお気をつけください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は県総合運動場です。 The next station is Prefectural Sports Park。 上野病院ヘアドクター。美容室クワトロは駅からスキップで2分。お客様にお願いいたします。お手回り品は膝の上などにお乗せください。多くのお客様がお座りいただけるようご協力をお願いいたします。まもなく県総合運動場です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。静岡から世界へ、日本ニューノーズルの部品は世界のスマートフォン工場で使用されています。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は県立美術館前です。The next station is Prefectural Art Museum。 東海グループの介護サービスリフレア草薙デイサービスはこちらです。心のこもったおもてなし、リフレア草薙デイサービスはこちらでお降りください。内科、消化器内科、糖尿病内科の総内科医院、総内科医院へお越しの方は草薙でお降りください。お客様にお願いいたします。
事故防止のため急停車することがありますのでご注意ください。まもなく県立美術館前です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。子どもと大人の歯並びの矯正治療のアルファ矯正歯科クリニック前です。次は草薙です。 The next station is 草薙。Please change here for the Just Line or the JR Line. 杏林堂薬局は皆様の美と健康を応援します。便利でお得な杏林堂アプリもぜひ。サレジオから上智大学へ、上智大学から世界へ。国際人を育む上智大学教育提携校、静岡サレジオ幼小中高等学校はこちらです。まもなく草薙です。ジャストライン各路線と JR 線ご利用のお客様はお乗り換えです。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。新築、土地、リフォーム、すべてお任せ。開館空間、多層空間の家づくり、三和建設へ。次は帝台です。 The next station is 帝台。一生に一度は欲しいマイホーム。長崎不動産は小さな店ですが、大きな夢のお手伝いをいたします。不動産の相談にぜひお越しください。豆腐作りしかできない自分だけど、豆腐作りほど幸せなものはありません。二代目松永豆腐店は毎日が完全燃焼です。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。お手回り品は膝の上などにお乗せください。駆け込み乗車は思わぬ怪我をすることがあり大変危険ですのでおやめください。事故防止にご協力をお願いいたします。まもなく帝台です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。知っていますか、そば打ち職人の8割が腰痛と戦っていることを。それでも手打ちにこだわる理由、そば屋慶徳は国一沿いにございます。次は狐ヶ崎です。The next station is 狐ヶ崎。電気のことなら富士物産へ。創業65年、富士物産は地域皆様のエネルギーの悩みをサポートします。まもなく狐ヶ崎です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。お降りの際はお忘れ物のございませんようお気をつけください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は桜橋です。 The next station is 桜橋。家の健康、家族の健康、ずっとずっと守ります。アリゲットのアウル。静岡市では桜橋を架け替えています。地震に強い橋にするため、交通規制にご理解ご協力をお願いいたします。塩ラーメンといったら麺屋アリガ。何度も食べたくなるリピ塩。麺屋アリガは桜橋駅から徒歩2分。お客様にお願いいたします。駆け込み乗車は思わぬ怪我をすることがあり大変危険ですのでおやめください。事故防止にご協力をお願いいたします。まもなく桜橋です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。クラシックを学びませんか。
幼児一般音大受験ルードヴィッヒ音楽院公文式浜田教室は入江岡駅徒歩2分です。ドアが閉まります。ご注意ください。次は入江岡です。 The next station is 入江岡。内科、小児科、腎臓内科、透析医療の清水智恵クリニックへはこちらでお降りください。まもなく入江岡です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。特別な日には美味しい焼肉で、完全個室の美食空間焼肉富士見清水店は新清水駅前です。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。次は新清水終点です。 The next station is the 新清水 terminal. Please change here for the just line. 女性技師によるマンモグラフィー撮影、乳がん、胃がん検診もできる外科、乳腺外科、消化器内科の江尻東クリニックへお越しのお客様はここでお降りください。相続、借金、交通事故、ネットの書き込みでお悩みの方、静岡県弁護士会の新清水法律事務所にご相談ください。愛される人になってほしい、障害のある方がより良い生活を送れるための相談窓口、区役所前、ドリームリード清水。車内にお忘れ物のございませんようお支度願います。本日は静鉄電車をご利用いただきありがとうございました。まもなく新清水終点です。ジャストライン各路線ご利用のお客様はお乗り換えです。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。精神科と心療内科の吉田クリニックは当駅を降りて徒歩3分です。静鉄タクシーの乗り場は改札口を出て右側です。